おんちゃん。シャワテツのギョギョフトビョーギョギョフトビョーいや今日もなんか外しちゃったギョでしたね、今日今日はギョできたギョギョで行ってみたゴーゴーではなくそう、もうギョギョもうなんかね、今日はちょっとテンション高いね、俺お、なんかいいことがあったんですかいや、もうまあ、紹介ね、自己紹介でまたこういろいろ語るんだけども、はいはい、今日はね、いつもむさ苦しい男たちじゃなく女性が来てくれてるんですよ、ゲストに。そうなんですよね、はい、この番組初の女性のゲストさんが。そうなんです。はい、ではまず先に私たちの紹介を、ね、はい、しないとですけれども、はい、本日も現役大学生でサッカー好きの加藤沙和子と、はい、川越でイタリアンカフェブライトンカフェやってるエビデツです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でも早速ですけれども、はい、ゲストさんご紹介しちゃいましょうか。はい、はい、お願いします。はい、ということで本日のゲストは大宮アルディージャベントス所属の山崎丸美選手です。はい、どうもこんにちは。あ、こんばんは。こんばんは。こんばんはこんにちはって言いましたね。言ってません。そうです、この放送は真夜中です。だからね、はい、だからね、こんばんは。こんばんは。ついついこんにちはって言いがちなんですけれども、はい、はい、そうなんです。今日はね、山崎丸美選手をに来てもらいました。はい、はい、ではちょっと私の方から少しご紹介をさせていただきたいと思います。はい、山崎選手は埼玉県出身なんですよ。よっよっ。で、高校時代はAS エルフェン狭山 FC に在籍していて、2007年には2部の得点を24得点を挙げました。2009年にアルビレックス新潟レディースに入団してアンダー19日本代表に選出もされているんです。2013年の2月にアルガルベカップ2013に出場するなでしこジャパンのメンバーに初選出され、はい、されて、ノルウェー戦では A 代表初出場を果たしました。で、2016年6月からは AC 長野パルセイロレディースへ完全移籍。その後2018年シーズンからはジェフユナイテッド市原千葉レディースへ完全移籍。そして今年2021年1月からは WE リーグ大宮アルディージャベントスに完全移籍で加入したという華々しい選手ですよ、エビテツさん。はい、埼玉にお帰り。ただいまです。いや、素晴らしい。どうですか、今までのいろんなチーム。もう何個だこれで、チーム何個だ。高卒で新潟に出て、うん、新潟、長野、千葉、うん、4つ目でいいんですかね。ああ、そうなんだ。おー、徐々に一回離れて、徐々に埼玉に近づいて。確かに、一回離れてから徐々に埼玉、はいそうなんです。ついに帰ってきました。さらに現在川越在住ってことで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。もう、はい、ラジオ川越のこのリスナーみんな喜びますから在住、はい、同じ酸素ね。酸素酸素普通空気とかじゃないの同じ空気を吸うとかさ、なんか、まあ、よく聞くけど同じ酸素。え、でも二酸化炭素は人間吸わないじゃないですか。うん、酸素、まあ、酸素ね。あっては、あってる、あってますからね、まあ、そう、同じ酸素、うんうん、ね、なんかいいですね、でも空気より綺麗な感じがする。そう、埼玉の酸素を吸ってね、はい、川越の酸素をね、はい、はい、マルちゃんありがとう、そのフォローもね、はい、はい、そうなんですよ。っていうこともね、狭山にもチームでいたし、うんうん、そうですよね。で、今回アルディジャ、はい、そうなんですよ。で、WE リーグも開幕が9月の12日、はい、WE リーグ開幕、うん、ついに、はい、もうこのラジオでも最初の第1回目にもう WE リーグの、大宮ベントス、それから浦和レッズ、エルフェンを応援していこうっていう話をもうしてあって、うん、はい、ありがとうございます。で、今回初めての WE リーガーだし、あの、現役の選手を、現役選手、はい、ゴゴフトに来ていただきました。おめでたい。はい、ありがとうございます可愛いらしくまたで、どうですか、開幕に向けての今の個人の調子だったりチームの調子は。
いいんですよ、ざっくりで。ざっくり、うん、まあ、個人的にはすごく毎日楽しくいい感じでコンディションも怪我とかなく、はい、いい感じで来てます。いいですね、はい、いいですね。チームももうね、初めてできたチームだから、うんうん、大体これもうみんなやっぱ寄せ集め。そうですね。わお。でそのレベルの幅がすごい広いんで、うん、その本当代表クラスの人がいたり高卒の子がいたりで、ルーキーだ、はい、もうすごい差があるので、あ、まあ、いろんな、まあ、今まで味わったことないような、なんだろう、感覚というか、あ、いろんな意味で、いろんな意味でね、ピッチでも外でも中でも新鮮な感じです毎日。そうだよね、はい、だって新しくできたチームに所属するって、うん、まあそんな経験できないよね。そうですよね。もう、まあ、ベテランがいて、うんうんうん、まあ、じゃあ、まあ一個のチームにしていこうっていう最中。え、そうです、そうです、そうです。本当今までの、なんだろう、うん、何にもないところからの作り上げだから、うんうん、あ、すごい難しくもあるけどそれが楽しくもあるみたいな。そうだよね、はい、みんな手探りというかその状態の中で。そうなると、まるちゃんはチームの中では何、どれぐらいの中間、中堅？いや、年齢的には結構上の方なんですけど、うん、まあ、キャラ的には結構下の方ですいやね、わ、うん、かる、ちょっとわかるような気にする、はい、もう根っからの明るい、うん、そう、もう一回ね、ブライトンカフェに、はい、来ていただいて、はい、サイン見ましたもん。見たでしょ。それも今回ラジオにもゴゴフトにも出てくれた吉田くんの、まさくんのの紹介で来てくれて、はい、あ、そうなんですね。もう、まさくんとまるちゃんくっついたらこれね、ラジオやばいよ。確かに、うん、もう賑やかすぎて。そうですね、はい、そう、その時には同じチームメイトの中田さんもね、はい、一緒に行かせてもらいました。そう、ありがとうございます。美味しいパスタとユッケでしたっけ、あれ。あ、なんか特別なやつ出してくれて、そう覚えてくれる、はい、うわ、嬉しい、ありがとうございました。そうなんです、ブライトンカフェはね、はい、パスタともユッケも美味しい、ね、めちゃくちゃ美味しかったので皆さんぜひ行ってください。あ、素晴らしいもうじゃあもう今日これでいいんじゃないですかいやじゃあ、そうなんですね、はい、で、もうちょっとまるちゃんと呼ばせてもらってるんですけども、はい、まあ、ポジションは、ポジションは、まあ、今はこのチームではフォワードをやることが多いですね。フォワードっていうのは2トップ1トップ、まあ、一応2トップなんですけど、まあ、縦関係のような、まあでもそんなちょっと深い話はちょっと伏せときます。ああ、そうだよねそうだ、そうです、そうだ、まだ出せない。これがね、ゴーフトの新しいところで現役選手なんですよそうですよね。そうだから言えることと言えないことをこう、はい、目で探りながらこう話すというそうですよね、はい、まあ、フォワードでじゃあ、まあ点を取る。はい、そうですね。ああ、はい、点を取るね。僕もフォワードなんですけど。はい、そうなんですか。僕フォワードで、どっちかというとポストプレイヤー。おお、点取れないんだよね。あ、今もねよく出る FC 西武大シニア40以上のチームで、うん、11月にこの全国大会あるんですけど。すげえ。そう、点取る、なんか意識してることあります？点取る、その意識、ゴールを取るために、例えばもうインパクトまでボールを見るとか、あ、シュートまで、シュートですか、シュートを決めるコツとか。シュートはもうキーパー見る、キーパーを見るキーパー、うん、キーパーがどんな体勢かとか、どの体勢か、もうどっちが乗ってるまで見る。いや、乗ってるまでは見ないけど、うん、位置が、はい、でも感覚ですかね。シュートまで行けば、そこまで行く方が大事にしてるかもしれないです、自分の中では。おお、まあ快速、走るのは速い。いやー、そんなめちゃくちゃ速いわけじゃないです。お、はい、じゃあ、まるちゃん自分の中でのやっぱりこうストロングポイントっていうのはどういうところ。ストロング、うん、ストロングポイントこれないって言ったらちょっとこれもうあのチーンになっちゃうから。ストロング、なんかやっぱあるでしょ、自分の中。まあでも走るとか戦うとかいう、はい、あ、戦う、走る戦うっていうのが大事にしてるとこですかね。ちょっと謙遜してるな、なんかもっとなんかいやでもそうだよね。でも本当気持ちでは誰にも負けたくないと思ってるタイプなんで、うんうんうん、熱いですよ。いや、いいよね、もう伝わるよね伝わります伝わる。でもやっぱ一番
大事な部分でしょ、うん、思います。それは、うん、ね、技術よりも結局気持ちなんじゃないかなっていうのはサッカーで大事なのは。あ、確かに、そう、上手い人が多かったりしても勝てないのがサッカーなんで、うんうんうん、そこが面白いですよね。そうだよね。だってまあいろいろこうもうね、うん、やってきていろんな選手見てきて、うん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 、まあもうね、経歴から言ったらすごいよね。経歴はすごくないけど、まあ本当にいろんなチームでやらせてもらっていろんな選手とやってきたんで、うん、そうだよね、いろんな経験はさせてもらってます。すごいよね、もう現役だから。すごいですよね。いや現役ですもんね。だって俺現役だけど、うん、もう本当に40歳のおっさんだからね。もうおっさんの練習7時から始まってるからね。夜ですか？朝。朝の？うん、もう6時半集合、すごい。いや、もうみんなだけど、みんなもう5時6時前には来てるね。でゆっくり体伸ばして、すげえ。もうおっさんだからね、朝早いのよ、うん、でもみんな来るのよ。すごい、起きれるんですね。起きないといけないんだよね。そりゃそうだよね。そうです ね、仕事前に やるんですか。仕事、あのでもどうに、そう、俺はそう、すげえ。やってからランチの準備に帰ってやる、うん、実は日曜日のランチとかはもうくったくたで俺パスタ作ってるのね。あ、でもそうなんだ、うん、でもお客さん来たらいらっしゃいませって笑顔でやるけど。すごい。そう、すごいっす、ね、今度見に行きますね。また、はい、あれ試合見に行きます、うん、でご飯も食べに行きます。あ、もう最高、はい、2パターンいただきました。じゃあもういろんなさ、今までのさ、うん、そのサッカーの話をさせてもらいたいんだけど、うんうんうん、もうエルフェンの佐山、はいはいはい、この時あのまたこれすごいつながりで、自分が少年団の時に指導してくれたコーチがエルフェンの初代監督をやってる、そうでしたね、そうでしたね、そういうつながりもあったり、すごい、そうで、いろいろエルフェンは自分は狭山の人間だから、狭山なんですか、狭山で生まれ、そうなんだ、そうだからすごくずっと見てきた、うん、特に AS エルフェンの A は自分が所属してたアゼリアの A、うん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 、母体がそのアゼリア狭山アゼリア女子部から、うんうん、始まってるから、そういうのもあってずっと、うん、注目っていうかしてきたんだよね。へえ、前もまるちゃんにも言ったかもしれないけど、息子もエルフェンの、あ、そうですよね、スクールかなんかのやつで、ね、スクールに通ってたり、すごいですよね。そうそう、でそっからでしょ、あ、新潟に行ってた、新潟の前です、高校生の時にエルフェンだったんで。あ、うん、サッカーはいつから始めてたんですか？7歳です、小学2年生になった時にチームに入りました。それは地元の、地元のお兄ちゃんがやってて、うん、お兄ちゃんの付き添いみたいなのでいつもお母さんと一緒に行ってて、うん、でまあちょい蹴ったりしてて、まあじゃあ一緒に入ろうみたいな感じでお兄ちゃんがやってたところに一緒に入った感じです。あ、そういうきっかけなんですね、はい、でもほぼそうですね、多分女子サッカーの選手ってお兄ちゃんの影響で自分も一緒に始めたみたいな人が多い。じゃあもう男子の中に混じって、あ、そうですね、小学校の時、少年団の時は一緒にやってました、ずっと。その時女子っていた？いなかったです。いない、はい、やっぱそういう時代だし。うん、じゃあ中、ね、少年代ってあの中学時代は、中学は、部活で男子と一緒にやってたのとプラスで、うん、最初は女子のクラブチームに入ってたんですけど、うん、男子との方が楽しくって、うん、そのクラブチームを辞めて普通の中学校の部活でずっと、うん、入れてもらってました、一緒に。おお、試合もじゃあ出るんですか？あ、そうですね、出させてもらってましたね、あの時は。すごい。その時はやっぱある程度できちゃう、うん、男子の交じっても。いや、ある程度できてないと思いますよ。まあでもそこまで、まあ速い人はめっちゃ速かったし、うん、強い人は強かったけど、うん、そこまでまだあれじゃないですか、差が出ないよね、うん、まあ、からまだギリギリできてたかなぐらいですね。ああ、じゃあ高校で、そう、高校でエルフェン行ったんですけど、でもその時もあの高校で中央高校だったんですけど、所沢は、うんうん、サッカー部に先生が入れてくれて、うん、あ、そうなん、はい、朝練とかそのエルフェン夜だったんで、うん、夕方夜行く前とかまでは一緒にやらせてもらってて、うん、高校はさすがにもうスピードとパワーが違ったんですけど、
そうですね、まあ、でもその一番下のチームぐらいに入れてもらっては、うんうん、まあ、やってた感じですね。じゃエルフェンに入って、うん、それからどこに行ったんだっけ。エルフェンから、エルフェンから新潟、新潟に高卒で新潟に行きました。大学で、大学で、はい、アルビレックスが取ってくれたって言ったらおかしいのか。はい、それはもうレディースができている頃でもね。あ、そうです、そうです。アルビレックス新潟レディースができて、それもなでしこリーグはやっ、あ、そうです、なでしこリーグです。そうだよね、はい、そうだそうだ。いやすごいね。いや、はい、でそれから徐々に近づいてきて。そうだよね。やっぱそういうのってやっぱ急に声がかかるの、どうって来てみないって。まあそのタイミングとかにもよりましたけど、今回はそうですね、はい、新しくできたんで、うん、地元っていうのもあって埼玉が、うん、戻ろうって、はい、で埼玉出身の人が結構多いんで、多い、はい、でも B リーグ自体がそういう地元の選手を大切にしようみたいな、うん、地元の選手でその集めようっていうのがあるんで。あ、そうなんだ。だからどのチームもなるべく多い、はい、出身の子を多くしようっていうのがあって。そうなると応援しやすいよね。そうですね、やっぱ出身の人ってさっきのほら、ね、在住だけでも喜ぶし、うんうんうん、出身ってなるとまた喜ぶし、ね、どう今こうB リーグの熱っていうのか、その肌で感じてるところまだちょっとあるかな、うん、ね、日付があるしね、まだちょっと熱がない感じですね。やっぱ伝わん、はい、そうだよね、特にこのコロナだし、はい、応援にも行けないし、埼玉3個もあるんで。本当だよね、はい、どう思うのそれ、3個もあること。ちょっとでね。ね。ちょっと逆にどうですか、だってどこ、ひいきできないですよね。ひいきできないですよね。っていうかなんか逆に一つの県に三つある埼玉ってすげえなって、うん、確かに。なんかよくね、イギリスとかイングランドとかでも一つの町にすげえ強いチームがあって、うん、なんかすげえだろ俺らの県みたいな、うんうん、風には捉えちゃってたけど、うん、でも応援する側はやっぱ分散するよね。そうですよね、確かに。だって新潟とかやっぱはやっぱ一つ一個でしょ、うん、だからみんなそこ応援してくれるから、だからアントラーズもそうでしょ、鹿島とかさ、あの一つしかないからもう一気に街のいろんな人が欲しい、うん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 、埼玉3つ、ね、割れちゃいますよね。割れちゃうよね。だって同じ日にもし、うん、ナックファイブと駒場で一緒に会ったら別れちゃうじゃないですか。別れるよ、ね、1個だったら来てくれるはずが。そうだね、ってなっちゃうからね、ちょっとあれですよね。逆に言うともうファンを増やしていくしか。そうですね、ね、なんかさそういう選手もさ、なんか活動とかをこう協力してたりすんの。あ、そうですね、うん、あの、はい、結構なんだろう、そういう活動を増やしていこうっていうのはしてるんですけど、うん、まあ、コロナもあったりで、うん、 そうだよね、そこまで多分強くはできてないんですけど、そうですね。でもそのプレシーズンマッチでナックファイブに来てくれたお客さんたちは3000人近くいて、うん、あ、多いよね、リーグではトップだったんですよ。そうだよね、はい、だからすごい楽しみというか、うん、大宮は多い、サポーターの数が多いんじゃないかなっていう期待はしています。そうだよね、うん、なんかうちのブライトンカフェにも、うん、もうアルティージェが好きな夫婦がいて、そうやっぱ多分その男子が好きでもやっぱ女子も絶対こう応援するこのリンクが、うん、あ、それ結構多いと思う、ね、多いと思う、そうなってほしいんですよね。そうだよね、そう、今までは多分男子はめっちゃいたけど、まあ、ジェフでもそうでしたし、うん、アルビもそうですけど、そうかそうかそうか、男子はめっちゃ多いのに、うん、女子ってなるとやっぱり減っちゃう、そうよね、ので、それが男子も女子もってなってくれたらね、盛り上がってくるね、はい、やっぱそういう嬉しいです。なんかリンク付けが多分、うんうんうん、そういうのってやっぱイベントとかさ、そうですね、ファン交流会とか、なんかきっかけがないとですよね。そうだよね、うんうんうん、だからエルフェンさんとかはやっぱそうなると少し単独だから、あ、確かにちょっとそうですよね、難しいというか、やっぱり、うんうんうん、そうですよね、うん、そう、今日忘れてた、いつも一発目の動画の今日私動画ではわかるかと思うんですけども、アルディージャのユニフォームを、そう、ね、今日はありがとうございます。でもね、まるちゃんからねのっけツッコミがあって、それ男子のユニフォームですねっつって、そうなんですよね、えって
あれアルテージャー男子と女子違うのっていう話をしてね、はい、だ女子はあの X ガール、はい、X ガールなんですよね、が WE リーグの全体のスポンサーなんだよね、はいはい、だからアンダーアーマーじゃ、そうなんです、アンダーアーマーじゃないんですよ、ね、じゃないんだよね、突っ込まれちゃったデザインは一緒なんですけどね。じゃあここにさ隣にガールって書くよ、アンダーアーマーガールみたいな若干 X、 ちょっと X、 確かにそうなんだ、いやそんな感じなんですよ。そうですね、でも嬉しいです、ありがとうございます。いやもうね、埼玉のサッカーを応援していくっていうこの番組のコンセプトなんですよ、ね、今日はアルディジャベントスと、はい、まあみんなこうね、山崎まるみ選手のファンに少しでもこうなってくれたらいいですよねお願いしますぜひね、はい、そうなんだよ、ね、なので あのあれですよね、9月になったらそこが X ガールになって後ろに7って入ってるみたいな、もちろんもちろん、もうね、もちろんだよ、これもだから白ペンでガールって書いて、うん、あ後ろ7って書くんですね。いやあの必ずそのあの X ガールの7番来て、うん、スタジアム行きますよ、あ絶対来てくださいよ、もう絶対行くじゃあ私も一緒に一緒に行こう、じゃあそれがあのレッツとの試合の時でもオレンジでお願いします。もう分かりましたあだからもう完全に半分を作るかあ半分を作るウルトラマンみたいな、そう半分を作るかまあ表裏が違うみたいな。ああなるほど、リバーシブル、うん、そうそう、エルフェンほらエルフェン来るとほら全部のパターン、確かに確かに、そう、ね、国旗みたいになります、ね、そうでもあのこういうふうになんかやっぱ応援しに行きたいよね、うん、せっかくこういう来てほしいです ね、 やっぱまずはね、今もこうねあのコロナで大変ですけども、うん、もう期待できるあの WE リーグなんで、なぜなら、うん、もう開幕カード決まったんですよね。はい、決まりました、決まりましたね、はい、9月12日、アルティジャベントスはアウェイなんだよね、はい、アウェイでノエビアスタジアム神戸で、はい、アイナック神戸レオネッサ、はい、と開幕戦、はい、やっぱ自分のコンディションとかはやっぱり現役選手に初めて聞くんだけども、やっぱそこに、うん、やっぱコンディションを合わせていくの。あ、そうですね、やっぱり、はい、試合に向けて向けて、はい、まだちょっとあるもんね。そうですね、まあ、はい、でも、うん、流れ的にはいつも一緒なんで、うん、土日に練習試合とかが今も入るんで、うん、流れ的には一緒なんですけど、まあそうですね、まあでもまだもうちょっと時間があるんで、そうだよね、大体どれぐらいになると自分のこう開幕向けてのスイッチ入ってくるの。大体通年例えばもう1ヶ月前からもそわそわしたりとか、いや1週間前、難しいですね、人それぞれあると思いますけど、自分はそんなになんか、うん、別にあんま変わんないです、常にナチュラルでいける、はい、それまたすごいね。そうですか、なんかお腹も大体、まあ、自分ローカルだけど、うん、もう11月だけど全国大会、はい、もうスイッチ入ってきてる、早いよ、早いですね、早いよね、3ヶ月3ヶ月あったら、ね、持ちます、持たないピーク前に11月にちょうど一番やっちゃいけないそうなんだ、じゃあずっとナチュラルでいって、うん、だ別になんか試合ど、まあ試合も試合が一番楽しいですけど、うん、全然自分練習試合でも全然楽しみなんで、うん、なんかそういう感じするよね、はい、サッカーを楽しんでるよね、そうです、はい、だから全然常に楽しい、楽しいというか、うん、練習ですら楽しみなんで、うん、あんまそんなそんな変わらないんだ。そうですね、うん、練習はどう、やっぱ厳しい、きつい、いやきつくは、うん、どうなんすか ねフィジカル練習ってトレーはい、はい、まあ、どれぐらいすんの、なんか、あもう全然今はしないです、しないんだ、オフ明け、あのずっとシーズンオフ明けはやっぱ走りますけど、うんうん、始まっちゃえばもうそんな走らない、はい、あでもチームによりますよ、走るとこもあるやっぱり、はい、ジェフはもうめちゃ通年もうずっと走ります、走るんだ、きついそういうの、ジェフは割ときつかったですね、あまあそんなめっちゃきついってわけじゃないですけど、走るからあまた走りかみたいな、全然楽しんでない。あボールじゃないときはあそうそう、もう嫌ですよ。いや、それは嫌ですよ。やっぱそうだよね。
これ誰もが一緒だね。走りの練習ってやっぱりそれ、それも陸上やった方がいいです。そうだよ、ね、ボール蹴ってやっぱサッカーだ、ね、そうそうそう。え、走りって時間ですか、それとも距離ですか。あ、両方あります。あ、両方あるんですか、はい、え、それぞれ時間だったらこういう感じ、うん、距離だったらこういう感じ。フィジカルコーチがその日のメニューを考えてきて、今日それかみたいなとか、あ、今日それだ、ラッキーみたいなとか。あ、当日に分かるの練習の。そのそうですね、大体なんか隠したがるんですよ。隠したがるんだ、フィジカルコーチとかって。ギリギリまで言わないで、言わないで、今日これでって言って、みんなをズドンと落として。まあそれはやっぱね、もう常なんだね、スポーツ選手はね、走りっていうのは。まあでもやっぱサッカーって本当に走れるチームって強いと思うんで。やっぱそうなんだ。そうですよね、だから大事だと思います。トレーニングした分だけやっぱ試合中は少し走れたりする、うん、ああ、多分あると思います。あるんだ、うん、やっぱジェフはみんな結構走れるんで、うん、普段走ってるからなんだなっていうの、もともと走れるって分かってて、うんうん、でやっぱ実際入ってみて、やっぱそんだけやってるから、やっぱ試合でみんな走れるんだなっていうのが思いましたね。やっぱそうなんだ、走れるチームっていうのはやっぱ、うん、でかいですね。やっぱでかいよね、うん、特にやっぱ後半はやっぱり疲れてる、うん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 、そうだよね。うまいチームって大体うまいだけだから、なんていうんだろう、うまいから走んなくてもできちゃうじゃないですか。うん、それあると思う。そうだから、疲れてきたところを下手だけど頑張るみたいな、うんうんうん、がむしゃら系ね。はいはい、ジェフはそういうチームだったんですけど、あ、結構、はい、だってフロンターレ、うん、男子のフロンターレは走行距離だと下から3番目ぐらいなのよ。そうですよね、そんな、だけど、うん、まあ、あんだけ強いっていうのは、うん、もういかに効果的にやってんのか、うん、体力すごいよね。うん、でもポジショニングとか距離感がいいですよね、多分。なんかそうだと思う、みんながこう連動してこう、うん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 、そういうところもあるよね。切り替えとかが早いから、無駄な、ね、体力というか、うん、無駄な走りはしなくて済んでそうな感じはしますよね。その試合の前にさ、うん、個人的に相手のチームを分析とかするの？あ、チームとしてはします。チームとしては、はい、やっぱミーティングで、はい、てかもうその次の試合にかけて1週間はその相手に対しての対策、はい、でやっていくんで、イメージをしてやっていくんで、だから、はい、対策しますね。非公開とか。あ、そうですそうですそうです。へえー、かっこいい。今全部非公開ですけどね、コロナだから。あ、そうだよね、はい、まあそうだよね。へえー、なんかまあ海外でも結構レディースのチームあったりするじゃないですか、うんうん、そういうところを見たりとかもするんですか。いや、サッカー見んの、その前に。見るけど、うん、あ、自分がですか、うん、見るけど人よりは見ないと思います。やるのが好きなんで。うん、結構こう寝そべってこう流して見るみたいな。いや、中にはさ、こう真剣にさ、もうこう分析みたいに見る人もいる。自分あんまりテレビを見る時間はないです。なんかなんつうの、テレビを見る時間があったら違うことやりたい派なんで。うん、あ、そうなんだ、はい。結構予定びっしり派なんですよ。あ、そっち系。はい。もうびっしりいろいろ。あ、そうです。だからなん。見るなら車の中とか。ああもう、はい、ああじゃあ元気っ子だ。テレビをで見る時間はあんまりない。ない、試合ですらみたいな。常に動いてる。いいね。そうなんですよ、行動派なんです。行動派だね。いやでもなんか分かる、なんかパワフルさがさ伝わってきて。なんかじゃあ他にこう自分でこう好きなサッカー以外で動いてるなんかあんの、それともまるっきり例えば食べに行くとか。あ、食に関してはあんまり興味ないんですよね。あ、食興味ない、そうなんですよ。ダメなんですけどね。ダメっていうか、でも美味しかったでしょ。でもブライトンカフェは美味しかったです。あ、よかったよかった、それよかった。今振りましたよね。うん、よかった。食興味ないって言ってたから、さっき美味しいって言ってくれたのは社交辞令かなと思って。いや、好きなものは好きですけど、じゃあ何だろう、なんかみんなこれを食べるために頑張ろうとかあるじゃないですか、うんうんうん、これ買って焼肉行こうみたいな、うんうん、多分そういう焼肉が楽しみになれない、なんか食後楽しみにできないっていうか、うんうんうん、いいね。いいんですか。いいよいいよ。じゃあ例えばじゃあオフとかどうすんの、大体もうまるっきり一日オフって時は。その週によっていろいろ出かける。出かけたり、この辺の近辺には、埼玉の近辺にはいない。うん、いや、いる時もありますけど全然。でも夏とかはもう海とか行きまくりたい派なんですけど。ああ、そっちだね。でも今ね、やっぱ宣言出てどうしようって感じですよね、県、うんうん、まあね、超えちゃいけないってね、
でも、はい、海とか大好きです。あもういそうですもん。いるいる。いやもういそうじゃない、いるいる。大宮よりもしかしたら海の方が多いんじゃねえかぐらいな感じはする。海いないですからね、埼玉県は。そうなんですよ、ね、ちょっと神奈川とか千葉の方まで行かないと。そうなんですよ。海行けるとしたらどっち、千葉派、神奈川派、静岡派、茨城もあるんですか。茨城もある。でも新潟がすごい気に入っちゃって。新潟、あ日本海綺麗って言いますよね。新潟の海めっちゃ綺麗なとこあるんですよ、うん、そこまで行く埼玉から、ま、そんな何回も行かないですけ けど結構毎年行っちゃうかな、1回はみたいな感じで。ちょっとねやっぱまあまるちゃんも分かると思うけど、埼玉県民の人は、うん、新潟まで海行こうっていう気にはなれない。なれないって綺麗な海って逆にちょっと分からないぐらいで、 あれば知ってたら行きたいかもしれないけど。あそっかそっか、確かにそうですね。自分も新潟行かなかったら知らなかったですね。千葉とかだった、うん、海水浴場、うん、それともなんかゴツゴツした、あゴツゴツしてる海の方、うん、めっちゃ綺麗なんですよ。もう透明で、あそうなんだ、冷たいみたいな、もう水が冷たい。それ入れるの。入れます入れます。岩ゴツゴツしてる。え岩でしょ、うん、はい、えなんかほら砂浜とかさ、はい、あ砂浜じゃなくて、じゃなくてでしょ。そうでも入れんだ。入れます。へえ。砂浜のとこは割と汚い方かな。あそういうところは綺麗なんだ。はい。だからちょっと海入るまで痛いみたいな。そうだよね、そうなるよね。痛い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 って入る。でもめっちゃ綺麗ですよ新潟の海は。ぜひ。いやいいよね。でお寿司が美味しいから。あ最高。食好きじゃん。寿司は好きなんですよ。あ寿司好きなんだ。寿司好きなんです。寿司は好きなんだ。そう。あそうだ。埼玉あんまりは、ね、好きない。やっぱ海の方がね。そう、それはシースーね。確かに、シースー新潟はやばいですね。やばかった。美味しい。へ感動しました。そうだよね。そうだよね。あやばい、もう誰かがそうこういう食の話するともうそれを食べたくなっちゃうんで口が。もう夜シースーだなこれ。この後、うん、パスタやめよう。いやでもねブライトンカフェのねパスタがね、あまた美味しいです。あよかったよかった。今日なんかいいですね僕からしたら。さわちゃん3回ももうすいません、ちょっとねちょっと誘導しちゃったような感じはありますけども。じゃあもうそれ車で行くんだ。車ですね。似合うな車。結構大きいの乗ってそうだね。ちょっと四駆系だね。 SUV 系だね、うん、そうだね。可愛い車じゃない。知ってます。うん、知ってる。知らない知らない知らない子知らない。でほら雰囲気的に、うん、雰囲気的に、はい。いいね。いやいいですね。なんか埼玉県民ってこう海見るだけでハーってなるじゃないですか。わかります。なるよなるよ。江ノ島とかのあまり綺麗な透明度が低い海でも、うんうんうん、海ってなるみたいになるんですよね。なるじゃないですか。俺も海って今みんなキモいって今ここの声が聞こえた、うん、聞こえた。透明度がもう澄んでた、うん、澄んでる海だったらもう余計にテンション上がりますよね。そうだよね。写真とか撮っちゃいますよね。いやわかります。海っていうのストーリー開けてね。そう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 、ね、新潟にいたらでもそれが普通になっちゃうんですよね。ね、海が普通になっちゃう。なっちゃう。から今確かに海また海ってなります。あじゃあもう自分のオフはじゃあもう活動的だってことだ。はい、めっちゃ活動的ですね。朝とかも起きちゃうし、ね、あんま寝てらんないんですよね。あんま寝てらんない。ね、もうねそれはねもうねよくいる。もうあれですよ、僕なんかもうね一生寝てられる。いや逆、寝れない。寝てない、うん、もうゴルフだったら朝4時あで海波乗りも朝3時とかに起きなっちゃう、うん、すごい。もう活動的、もう全然苦じゃないよね、うん、なんかもう次の日が楽しみで、そう楽しみで毎日そんな感じです。毎日いやでも幸せですよね。それそう幸せです。だそういうのがやっぱパワーでこう、うん、ねサッカーもガッてできるのかもしれない、うん、うん、確かに。でも普通にサッカー明日サッカーできるってなったら楽しみです、うん、やっぱすげえ。いやすげえっていうかね、サッカーがすげえんすよ。やっぱサッカーすごい。もうやりたくなっちゃう。サッカーがすげえ、うん、名言だね。サッカーすごいっす、ね、えそのオフとかでこう一緒にこうチームメイト、うん、仲いいチームメイトとかいるんですか。
あ、そうですね、よく遊んだりする人はいますけどね。な選手、何選手、言います、これ。言わない方がいいのかな。なんかたまにこう出かけたり、うん、チームメイトとさ、よくインスタとかでもいろんな、ほら、誰やとどっか出かけましたみたいな。インスタ見てください。どうですか、これを。で、こう、あ、いいですね。それで皆さん見て、あ、はー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 、やっぱそうなんだ。チームメイトとさ、やっぱどっか出かけたりするんだね。うん、結構しますね。あ、でもあれか、新潟とかの方がするのかな。あの、なんていうんだろう、埼玉だとやっぱなんていうの、地元にも友達がいるじゃないですか。うん、でも新潟だとチーム内の友達がほぼとかじゃないですか、うん、長野とか。そんな知り合いが多いわけじゃない。そう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 。そういうことか。だからこっち帰ってきたら結構地元も多いかもしれないです。久しぶりに帰ってきたし、なるほど。サッカー以外の友達と遊ぶことも結構ありますね。でも普通の社会人の人って多分あんまりこう職場の人と休日まで一緒に遊んだり出かけたりって多分あんましないと思うんだよね。確かに。まあ仕事はし、だからそれだからチームメイトと出かけたりするから、確かに、すげえ仲いいなと思って。確かにそうですね。そう。確かに確かに。でもね、まあそういうふうにやって、まあ、あとまあ開幕に向けて、うん、どうなんですか、いろんな情報とかは入ってくるの、やっぱいろんなチームいたから、いろんな友達がいたから、今どうなのみたいな。あんまり多分それこそまだどのチームも固まってないじゃない。そうだよね、と思うので仕上げてる、ね、そうそうそう、最中だもんね。だから多分分かんないですよね。自分らの今のチームもこれからどうなるのかも分からないぐらいなんで、多分まだね。そうだよね、そうですね、始まってみないと分かんないってところが結構でかいかもしれないです。だから始まり方がさ、うん、多分 J リーグの始まり方って覚えてる？93年、全然覚えてない。え、1993年、うん、かんない。もう3歳、もう、あ、3歳か。もう華やかに J リーグ開幕です、パーンって感じで、もうすごく開幕で、その開幕 の、その人気がベルディ、マリノス、うん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 、で、だから今回はだからそういうなんか、あ、でプロリーグだから、うん、あとプロリーグ開幕みたいな勢いはあったんだけど、で今回のコロナで、そうっすね、ウィーリーグがさ、バーンっていう感じにはならないのはもう分かるから、うん、確かに。ただでも、ね、なんかね、で今回ほらオリンピックもあったじゃん、うん、女子だと、うん、どう率直に、率直にいいんだよ。いいんだよ、ピー入れるから。ピーって入れるから大丈夫大丈夫。いや、何も言えないですよ。見た、やっぱ見た、まあ、見たり見なかったりですけど、うん、うん、あ、でもね、最善を、みんな最善は尽くしたじゃないですか。そうだね、本当そうなんだよね。だから、まあ、これがね、今の日本の、ね、まあ、位置だ、全てですよね。やっぱそういう、やっぱ選手も現役選手は見て、まあ、今の日本の位置があれぐらいだっていう実感はするんだ、うん。やっぱちょっとさ、女子のやっぱりあのスウェーデンとかやっぱでかいじゃん、うんうんうん、やっぱでかい人とやるっていうのはやっぱ難しい。難しいですよね、やっぱ難しい、うん、だってもうアドバンテージがもうすごいじゃないですか、うん、そもそも試合やる前から、そもそも論じゃん、はい、ね、だってパワーもスピードも違うよね、うん、もうそれはもう見て、ね、もう大人と子供みたいなもんですよね。コーナーキックの時とか本当怖い、うんうんうん、だって無理ですもんね、普通に。だって届かないもん、届かないみたいな、絶対届かないっていうぐらい違うじゃん。うん、そうなると、ね、で、まあ、答えられたらいいんだけど、じゃあなんで、あの、なんであの時のなでしこは強かったんだろう。あのワールドカップ取った時とか、うん、ね、やっぱ 人だったり、うん、それはありますよね。人とか、そのなんだろう、気持ちの部分は。でもでかかったですよね、あの時の選手たちは。ってすごい思います。強い、うん、試合見てて、なんかなんだ、感じるものが全然違くなかったですか。やっぱね、なんかやっぱ戦ってる感とかはすごいやっぱあったなって。やっぱそこ大事ですよね、サッカーって思いました、改めて。やっぱそうだよね、やっぱ上手いとか綺麗なじゃなくって、うん、やっぱ大事なものがサッカーには。そうだよね。よくさ、男子も昔の日本代表選手とかが、うん、やっぱりこう不甲斐ない試合とかするとやっぱ戦う気持ちが足りねえとかいうのはよく聞く話で、でも本人たちはでもやってる、ね、そうそうそう、そうなんですよ。そうなんだよね、そうそう、絶対そうなんだよね。そうなんですよ、力抜いてるわけでもないし、そうそう、一生懸命やってるし戦ってるし、
だからそれが難しいよね、うんうんうん、でももう少しね、うん、戦っていい場面はあったのかなっていうのは自分は、まあ、素人ながら思うけども、まあでも11年のあの制覇の時はもう日本中がうわーってなりましたし、あれ結構女子サッカーっていうの大きく認知されるきっかけにも、そう、あの時はすごいこう盛り上がったじゃないですか、なでしこってなって、うん、それがやっぱなんだろう、あれですよね、一時的なブームで終わっちゃったっていうか、そうだよね、それがもったいなかったですよね。やっぱスポーツさ、うん、そういうオリンピックとかいろんなワールドカップってその起爆剤というか、今回のようにスケボーとか、うん、完全に人気出るだろうなっていう、うんうんうん、今回のオリンピックの、ね、みんなさかっこいいやりたいみたいになってなる、うん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 、でもそれだけで多分そうですよね、うん、なんかあの選手が着てたナイキのセットアップが、うん、もう値段が3倍くらいに上がっちゃって、うん、完売続出みたいな感じらしいですよ。もう一個 の、 あのブームになっていくのは分かるし、そうなるとなでしこもう少しあれだったかもしれない。そうですね、もう少しこう結果出せば、うんうんうん、こううわっていう、まあだからあとはもうそう言ってもしょうがないからね。そうですね、とかこういうゴゴフトとかで小さく頑張って盛り上げていかないと、ね、もう終わっちゃったことはねしょうがないからね。そうだよね、やっていくしかないですよ ね、 そうだよね、切り替えて、ね、だから今ちょっと初めて現役の選手にこういう話を聞くから こっちもすごい難しいんだけど、うんうん、答えるのも難しいよね。そうですね、だってその中にいるんだもん。確かに確かに、ね、でもそうなるとじゃあ自分のチームではどうしていくかっていうふうな計算も出るよね。そうですね、でもなんかもう今この時代サッカーだけやっていけばいいっていうか、それじゃなんか限界ありますよねって感じますよね、うん、なんか良くも悪くも、うんうん、なんだろう、サッカーじゃないところでなんだろう、できるなんか SNS 通してとか、うん、発信してってね、そうそう、いろんなところで、うん、なんていうの、可能性があるというか、うん、魅力を作る、そうだね、っていうのはあるかなってすごい思います。そうだね、やっぱインスタとか SNS は本当すごいツールだよね。サッカーだからとかスポーツだからじゃなくて、もう全てにおいて、全てにおいて本当いいよ、便利っていうか、なんか何だろう、なんていうんですか、いいですよね。いい、だってお店のインスタとかも無料だから、だからそれでお客さんとかに、ね、インスタ見ましたって言うと、おーってなるし。確かに、インスタでだって探す学生とかもいますもんね。探しますね、美味しいお店とかってやってきて、めちゃいます、ね、ですよね。そうだよね、だからウィンウィンですよね。そうだから、やっぱいろんなところで発信していくんだろうね、うんうんうん、そう、発信ってすごい大事ですよね。結構じゃあインスタはこう頻繁に、そうですね、やろうとは思ってます、 やってますやってます、はいだからさ、試合とかがあったら告知できるじゃないですか、うん、今試合がないから、そうだ、なかなか難しいですよね、うん、っていうのはありますけど、うん、まあ、はい、プレシーズマッチとかなんかいろいろあればこう、うんうんうん、発信できる、ね、いついつなんで来てくださいみたいなのできるんですけど、 それがないとちょっとね、何を載せればいいというか、そうだね、そうっていうのがちょっと難しいところはあるんですけど、でもそう、あのまるちゃんとこう収録前に少しあのベントスの話で、あのフットブレインにね、うん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 、あの取り上げられてて、うーん、その裏方の話まで、あ、そうそうですよね、あれ自分らも知らなくて、あ、そうなんだ、はい、こんなことしてくれてるんだって思って、もう、うん、やっぱ女子の、ね、スタッフの人数が足りないときは、うんうん、男子のスタッフがこう駆けつけてグラウンドを設営したり、うん、でやっぱコロナでいろんなのが大変だから、そうそう、もう気を使うところ、ね、ああいうの見させられるとやっぱちょっと感動する、うん、そう、こっちもなんかもっとやんなきゃっていうか、なんか分かります、うん、パワーもらうというか、そうだよね、はい、やっぱプロの人からしたら、その内側で働いてる人、うんうんうん、もうあんな風にやってんだっていうのを、そうそうそう、本当に、ね、それがあっての試合ですから ね、 ね、候補とかすごくなんか大変そうでさ、うわーって思って、本当に、いやー、そうですよね、はい、もうね、はい、ね、だからまだなんとも開幕前だからね、でもこうなんかスタッフ全員で集まっていろんな話とかするの、スタッフだけですか、選手、あ、選手とスタッフ、それからそういう
事務系の人たちとも。いや、あんまりないですね。あんまないんだ、はい、事務系の人とか裏方の方と話すこととか接点はあんまりないですね。あんまない、はい、やっぱああいうの見てうわーってそうなんだって、うん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 、知らないことがいっぱいあったんで、あびっくりと何申し訳ないって言ったらおかしいですけど、うん、なんかこんなにやってもらえてのなんだなっていうのがすごい分かったっていうか、うん、会場設営やろね。そう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 、芝生をこう人工芝を引くシーンとか、うんうんうん、あのアップするためのすんげえ重そうなの、うん、ぐる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 こうやってんのか見て、あ確かにそういう、ね、でも全部フォームはナックでしょ。そうです、アルディージャはナック5を使用させていただいて、ね、グランド感は前回 の, そのプレシーズンでやったのが初めて。ナックは個人的にですか。個人的に、いや個人的には他の時もあって、でも2000何年かな、皇后杯の決勝でやったんですけど、うん、あそうなんだ、そうアルビレックスだったんですよ自分が、うん、でアイナック と,、決勝 で,、うん、で PK まで行ったんですけど自分が外して負けたんですよ。やーべえ思い出の場所そうなんです、だからすごい、いや嫌いとかじゃないんですけど、うん、なんていうんですか、何 いろんな意味で思い出の場所、うん、なんていうの、うん、そう大事な、大事なっていうか、うん、そう、でも自分一番その試合がもう一生に残ってる一番ので試合なんですよ。あそうなんだ、そうだからなんか何縁があるって言ったらおかしいですけど、うん、そこに帰ってきた、そうそこをホームにしちゃう私みたいな、そうそうすごいドラマそうだね、あその今度の決勝がナックなんだ。そうナックで結構やってましたね今まで。あそうなんだ、はい、まあでも全然違う時もありますけど、うん、結構ナック5利用した時もありました。そうなんだ、でもめっちゃいいですよねあのスタジアム、うん、いい、近い、距離が近いし、うん、俺もいいね、こういう J が始まってからはもうそれで1回ぐらいしかないんだけど、でも結構やっぱり昔はね、うん、大宮サッカー場って形で昔はもっと行ってたけど、うん、ナックになってからは、うん、あなんか高校サッカーとかで、うん、見に行ってました。そうでしょ、うん、めっちゃいいですよね。いいもうサッカーって一番古いもんね、サッカー専用、あ古いんですか。一番古いと思う。そうなんだ、へそうサッカー専用としては一番古い。うーん、いやでもなんかサッカー選手ってこう選手だけじゃなくて結構最近その用具係の人とか、うん、ホペイホペイロホペイロちゃんとその選手たちもホペイロって使ってんの。いや確かブラジルかどっかなんですよね、はい、ホペイロって言ってる人もいるのかな、 J リーガーとかになれるかもしれないですけど、でも女子には多分ホペイロついてないところが多いですね、うん、あ全部ボールとか何か、はい、一応アルディジャはマネージャーで立場の人がいるってやってくれてるんですけど、でも女子は稀だと思います、そういう人がいるのは。なかなかそこまで多分経費っていうかそのまあそうだよね、はい、いろんなお金かかるもんね、はい、回せないんで基本的に選手が全部やるのはが普通ですね女子では。ボール磨いたりとか準備したりは、じゃあみんなベテランも関係なく、関係なくですね、はい、えらいすごい。でもそういうのもあってこう試合ができてると思うとまたこう試合の見え方とかも深くなりますよね。そうなんだよね、そう環境がまだまだやっぱり女子は男子に比べるとね良くはないので、でもこれから、ね そ, うだね、そこから始まるわけですから、ね、そう今回のやっぱどっかでこういうもうプロリーグのねやっぱ変えていかないと。そうですね本当に、ね、でも女子も日本代表の選手とか海外で会ってる人多いんだね。最近増えましたね。増えたんだやっぱり、はい、結構多いですよね、はい、最近一気に増えた感はありますね。若干男子と違うのはやっぱりアメリカとかも行かれてる方いるし、うん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 、アメリカが強いですからね女子サッカーは。そうだよね、はい、男子も結構アメリカっていい選手多いんですよ。多いんだよね。ただ日本で見れないので あまり情報が入ってこないんですけど。なるほど。結構いい選手多い。へいいクラブチーム、うん、うーん
結構でもなんか海外見てると例えばこうユベントスとかって、ユベントスのアカウントに男子も女子も載せてるんですよ、だから、まあ、例えばセイマみたいに単独だと難しいと思うんですけど、大宮とかみたいに男女チーム両方あるところは、そういう風にしていけばやっぱりこう目に入ってくる、目に自然と入りますし、確かに確かに確かに、なんか同じ色のユニフォームを着てるっていう部分で、ちょっと行ってみようかなってなると思うんですよね、個人的には。確かに確かに、最初それこそ自分ら女子がなかったじゃないですか、だから男子の方に載ってたんですよ、最初の遺跡のリリースとかは男子の方に、載せられてたんですけど、そうなんですね、女子が できて多分女子専用で作っちゃったんで、あ、多分サポーターからすると分けてほしいんですかね、まだなんかなんていうの、あ、なるほどね、まだちょっとこ そう小さな壁っていうか、なんかこう薄いの、邪魔だよって思っちゃう人もいそうなのかなって。いや、そんな人いないよ。そんな人いないよ。いないですか？いないよ。ありがとうございます。でもね、今回こういういいきっかけだから、うん、ね、本当大事ですよね。最初が大事ですよね。最初俺はそう、ね、もう今言いたいのそれだもん。最初が大事なのって、ね、やっぱりこう人気をね、最初に何ができるか。そうだよね、まあ、選手はね、もうピッチでこう見せるしか、もちろん SNS とかいろんな発信とかいろんなのがあるけどね、やっぱり応援する側もいろんな工夫しないとね、確かに、まだ1ヶ月以上あるからあれですけど、もうちょっと近くなったら結構テレビとかでもやるんじゃないですかね、やってほしいですよね。そうだよね、でもどうなんですかね。でもなんかこう世間話になっちゃうけどさ、サッカー番組がどんどんなくなって、ね、なんでかなって、やっぱりこうテレビ、まあ、見る人見ない人分かれるとは思うんですけど、なんか個人的にはやっぱり、テレビの前でこう家族でこう囲んで試合、サッカーを見るっていう、ちょっと一昔前のあれが戻ってきてほしいなって思いますよ ね、 ね、どんどんなんかこうダゾーンとかに、そうダゾーンとかになっちゃってるし、もうだってやべっちスーパーサッカーなくなりましたもん ね、 ね、ああいうのなくなっちゃうと、ちょっと試合だけじゃない裏側のさ、いろんな特集とかが、楽しかったですよね。楽しかったよね、スーパーサッカーのフリーキックとかもすっげー好きで、なんかバナナのやつありますよね、今多分それ体育会 TV に入り込んじゃってて、いろんなスポーツでしょ、はい、女子サッカー選手出てたな、仙台の、仙台、あ、ふう、長野風か、その方が出てました、ね、出てますね、ちょいちょい何枚あれですよ、当てれるかってやつです。そうです、なんか内田篤人さんが考えた仕掛けで、元 J リーガー、女子サッカー選手、で、あとなんか元サッカーやってた芸能人みたいな、挑戦して何枚までいけるかみたいなやつだった気がするんですけど、まあ、そういうところででもね、こう少しずつ出ていけばまた、こういうチームあるんだみたいな、ああいうの面白かったよね。そうですね、それ見てた、見てましたよ、ね、やべっちとスーパーサッカーは録画しても見てました、そうだよね、合宿とかすごく、やべっちとかさ、デジッチ、デジッチとか、ああいうの、ああいうところを見ると親近感湧くじゃん、だから前回のフットブレインじゃないけど、ああいう裏側を見ると親近感湧いて、なんかこういいんだよね、確かに、よりこう応援の気持ちですか、届いてるような気持ちになるというか、やっぱ大宮の、大宮はやっぱりもうね、アルティージャを応援してくれる雰囲気のになってる、なってんじゃないですか、大宮はよくなんかね、大宮駅の周辺だと見ますよね、リスですよね、てかもう大宮の駅はもう降りて出たらもう看板とか花壇とかが全部オレンジ、街を挙げてアルディージャを応援してるっていうのが歩いてて伝わるので、すごいいいなって思います。そうですよね、裏はめっちゃ赤ですよね、裏は赤、裏も赤です、大宮はオレンジ、同じ市って面白いですよ ね、 ね、どうするの、ねね、直接対決やっぱ、ね、バッチバチ、でも確かにそれは楽しみですね、熱い、それは楽しみです。そうだ、ブライトンカフェもレッツレディースの人来てくれてるし、だからお互いこうもうやってる時とかもう見に、超見に来たい、
ガッチンコに削り合ってほしい、うん、多分お互いレッツにはアルジージャにはっていうのはあるんじゃないですかね。あるでしょ、ね、あると思います。そこにエルフェン入ってくるよね。頑張ってほしい食い込んでほしい。でも多分レッツからしたらアルジージャに負けるわけねえよって思ってますけどね。そうなの、うん、なんでレッツ強いですもん。やっぱ強いの。だって去年から全然人変わってないから、やっぱ積み上げるだけじゃないですか。積み上げてるからか。でアルジージャはゼロからなんで。すごいね。で言って今この前の代表入った人も一人もいないんで、やっぱり多分舐められてるとは思います。いい、まあ、でもそんぐらいの方がいいですよね。舐められてるからこっちは、うんうん、確かに確かに、はい、追われる方が逆に辛いっていうこともありますし、ね、そう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 、チャレンジャーの方がやっぱね、うんうんうん、失うものないんで。そうだよね。今どうなの、あのアイナックは。そうアイナックが分かんないんですよね。だいぶ変わったんで、ね、ちょっと抜けたし、うそう、だからどれぐらいの、そうそうそう、分かんないんですよ。分かんないよね。でも あのなんだっけ、プレシーズマッチでは、うん、多分全勝したのかな。全勝してたんで。あ、そう。まあでもプレシーズマッチ相手がバラバラだったんで。バラバラだった。まあだから分かんないですマジで。分かんないよね。そう。あとはサンフレッチェとかもさ。あ、そうそうそう。男子女子、そうそう、男子女子で一緒にこう写真を。あ、やってましたよね。見ました見ました。ああいうの行きだよね。あの、うんうんうん、やってほしいですよね、うん、クラブには。え、見ました私も。ね、ああいうのすごいですよね。アカウントで女子チームの載せてて。うんうんうん、広島はちょっとね、なんかいろんな意味でいい方向に抜けてる感はあります。あれ、なんかサンフレッチェも新しく、新しくゼロからでも、はい、わお。サンフレッチェってもう広島ってカープとサンフレッチェしかないじゃないですか。あ、結構多分、まあ、野球サッカーで分かれるか、うん、まあ、そもそもスポーツが違うんでこう両方好きみたいな人も多分多いみたいなんですよ、うんうんうん、なんかそれもまたいいですよね。確かに確かに確かに、地方っていいですよね。いいよ、もう、うん、一強というか、そうそうそう、そこにそうそう、アルビも長野も、そうだよ、ね、そこがすごかったですね、やっぱ。確かに、なんか悪く言ったらみんな暇だから来てくれるとか言ってたんですけどでもやっぱね、 その楽しみがそれになることが多かったみたいですね。確かにそうですよね。関東ってやっぱり楽しみいろいろあるじゃないですか。いろいろあるよねちょっと海行けちゃうし、そうそうそう、ちょっと行けばブライトンも行けちゃうし、行けちゃうよでも川越はちょうど、まあ、なんだろうな、どっちの感じじゃないから。確かに確かに、そうですね、うん、ちょっとこう、まなちゃんがこう、アルティジャー来てよって、うん、応援してよって言ったら、アルティジャー来てよですよね、本当。そうだよね。確かに、川越とか、まあ、この西部地区に住んでいる人たちって、うんうんうん、割と半々ぐらいに、そうですね、そうですね、分かれてますよね。ちょっと浮き気味だよね浮き気味ないから確かに確かに、埼玉市内もその分かれてるから、うん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 、でそれぞれプライドを持ってて、うんうんうん、いやうち新幹線止まるし、うんうん、いやうち県庁所在地の県庁あるしみたいなが面白い。確かに確かに確かにそうだよね。そうっすね。いや楽しみだな、ダービーが。ダービー楽しみだね。ダービーいいですね。じゃあちょっとなんかね、時間もね、うんうんうん、もうあっという間に来るんですよ。そうっすね。なんかこう意気込み、まあ、WE リーグ向けて、まあ、ちょっと難しいところあるんだけど、うん、ちょっとファンをこうリスナーに向けて一言ちょっともらえたら。3チームあるんですけど。そうなんだよね。絶対にアルディージャ応援してください。うわ、もうちょっとねやっぱりね、そういう私のところアルディージャ応援してって。オレンジで、オレンジで、ね、オレンジで。そうなんです。もう9月から始まる WE リーグが中、はい、あの来てもらって、うん、本当貴重なお話をさせてもらって本当ありがとうございます。ありがとうございました。これからもあの応援していくんで、はい、反応でも裏でもなく大宮でお願いします。大宮で、ありがとうございますはい、ということで本日のゲストは山崎丸美選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ゴゴフトー、飲めよー忘れてこれ最後の一言